すぐそこに手を伸ばせば掴めそうな幻をただ眺めては違う色で転がる二かけらの答えをまだ知らないから、道しるべがそこになくても遠回りだったとしても泣かないように笑ったって転ばないように歩いたって隠した言葉は伝わらないから、僕らが描く未来はただ一つしかないから、この目で確かめようか。例えばそこに答えがあるとして、それを今と比べたとして、その時に私が見る景色は一人だと意味がないから、もう戻れない覚悟もここにいるという証明も誰も触れない遠い場所で咲いているから、それがガラクタの山だって、それがブリキの海だって、それを誰かに笑われたとしても、この世界の向こう側へ今届けてみたいから、まだ音は鳴り止まない。泣かないように笑ったって転ばないように歩いたって、隠した言葉は伝わらないから、僕らが描く未来はただ一つしかないから、この目で確かめようか。見たことのない世界へ